編集者の高橋です、今日ちょっとね、ブラックバスを釣る、でかいブラックバスをちょっと狙ってて、まあ75センチっていうサイズ、そのクラスがちょっといるっていう情報をね、いただきまして、まあ今6月中旬なんで、まあ、7月のいっぱいかけて、狙っていこうかなという企画、まあ、企画というか別に自分は再生回数のためとかにやってるわけじゃないから、まあ、いろんな YouTuber、 釣り YouTuber の方とか、ね、いらっしゃいますけど、まあ、自分再生回数とかそんなんでやるんじゃなくて、企画ね、企画でなんかバズらせようとかそういう思いも一切なくて、純粋に75センチっていうブラックバスを釣るための、まあ、自分との戦いっていうか、それは釣れるかどうかは分かんないし、取れるかどうかはやってみないと分かんない。だからまあね、最近はもうちょっと動画はほぼ撮らずに釣り行ってますけども、まあ50アップっていうのはね、まあ、当たり前のように琵琶湖、まあ中部地方だから、まあ5歳の方が多いとかね、50アップっていうのはもう行くたびに、まあ、釣ってて、でそれを動画にするっていうのも、皆さんにねそれをお見せする価値があるのかなっていう思いがあって、まあどっちみち動画として、まあ発表するっていう形になったら、やっぱそれなりのね魚をやっぱり用意しないと、まあ、視聴者の人に失礼じゃないかなって、そういう思いがあって、そんな中ね、まあ知人の方が75センチオーバーのブラックバスがいるポイントを見つけたと。ただそれを釣ることができない、でそれを釣ってくれないかという、まあ頼まれてるものですから、まあ、そこは自分の腕でね、釣って、まあすぐ行ってパンって釣れる魚じゃないんで、もうすれにすれ切ってるポイントなんで、ただ間違いなくそこに75センチオーバー、まあ10キロ近い個体がいる場所を把握しました。それ7月いっぱいかけて取り行って、だからまあ取れなかったら動画しないです。ね、50アップとかね、そのぐらいのサイズ、60とかぐらいの魚釣ってどうだっていうつもりもねえから、まあそういうね魚だったら、まあありきたりの動画になっちゃうし、まあ自分もまあもちろん嬉しいですよ。50アップ60アップ釣れた時嬉しいですよ。だからそれが、いざ視聴者の人見てどう思うのかって、まあ、ありきたりな動画だなって、だからどうしたのっていう話になっちゃうし、だからやっぱり動画として発表するんだったら、その75センチオーバー、10キロ超えてる個体を取る、で取った時に、ようやくそれを皆さんに、まあ、このチャンネルでアップすることができるんじゃないかなと。まあね、安易にその動画最近出してないじゃないですか、このチャンネルで。動画いっぱい作れますよ、それは。ね、その普通の一般の方が出してる、一般の釣り YouTuber の方々が、
まあ生活もあるんでね、その方々は。まあ、生活のために動画作ったりとか、例えばね、ルアーとか、そういう商品とか、まあ、リールとか、そういうものを売るために動画作ったりとか、そういうのじゃなくて、自分は、75センチっていう、まあ世界記録かどうかわかんないですけど、まあ世界記録は、まあ12キロ超えてる、話なんで、その答えが、そうですね。だから世界記録かどうかわかんないです。だからそれ取らなきゃ始まんないと思ってるんで、その10キロ近い個体が潜んでるポイントっていうのをね、分かって、で、まあ、僕の知人がそれ狙って通って、そうだね、どのぐらいの確率で会えるかというと、10回行くと1回ぐらい、まあ、その世界記録級の魚がそこにいるんだと。で、結局満月の夜ですよね。だから満月の夜になると、やっぱり潮の満ち引き感じて、そこのポイントに、とあるダム湖なんですけどね、深場から。水深が、一番最深部があそこのダム湖は40メーター、50メーターぐらいある深いダムで。で、普段そこら辺にいるんだけど、満月の日に、潮の満ち引きで、シャローに上がってくる時がある。で、その上がってきたタイミングで、打つんだけど、まあ今流行るのね、まあフリーリーグとか、中で、ブルギル使って狙ってんだけど、それでも食わないっていう。だから生き餌で食わないっていうような、本当にスレスレの、魚だから。だからそれ取るには、ね、一週間では無理だと思うんで、まあ出会えるかっていう話もあるし、もう1ヶ月2ヶ月かけて、キャンプ張って、ちょっとやっていこうかなと。まあそういう話ですね。で、まあそれが、そうだな。7月いっぱいで、その魚が取れたら、まあ8月頭に公開しようかなと。まあ取れる、もし取れなかった場合、エンドレスになります。もしその魚が取れなかったら、動画はアップ。まあ、このチャンネル、更新はしないです。なんか次、このチャンネルで、そう、動画上がった時は、70センチを超えてる、70センチオーバーの、まあ、世界記録かどうかはまだ測ってないんでわかんないんだけど、の魚が出ない限り、このチャンネルは、動画方がアップされることはないですね。やっぱり、そうだな。釣りしてる人の、ね、60がバスだと夢だとか、言うんですよね。で、若い時ってやっぱり、かっこつけたいとか、まあ自分もそうだったんですけど、まあ人前でええかっこしたいとか、いうのがあって、うわ、俺はすごく釣りがうまいんだぞとか、俺の方が釣りのことはよく分かってるよとか、っていうのを、人前で見せたがる生き物なんですね、人間って。まあ、ないものねだりの生き物っていうんですかね。まあ、本当に人間っていうそういう生き物で。ただもう自分はそういうものをね、人からどう思われたいとか、釣りがうまいと思われたいとかも思わないし、最初自分が納得できる釣りができるのかどうかっていう、そこだけだよね。だから、まあその75センチっていうね、まあその魚がどこにいるのか、四国の、まあ、とある県にね、とあるダムにいます。ちなみに、世界記録70センチの12キロ。ただその長さでは世界を超えてるんだよね、もう間違いない。
もう少なく見て75センチを超えてるんで。んで、もしかすると80センチオーバーの個体が、なのかもしれない。うん。で、それを買った時に、うん。自分の釣りのね、人生が、うん、釣り生っていうのかな。うん。まあ、それが、納得できる形になるんじゃないかなっていうか。まあ、なんで、まあ、ちょ、当分ね、このチャンネル動画は、アップされませんけど。うん、あの、それはね、リクエスト来ますよ。うん、普通に釣り動画アップしてくださいっていう話で。で、50アップとか、ね、まあ、60はなかなか釣れないですけども、ね、50アップ、まあ、60とか、そういうのは、まあ、ちょこちょこ釣れてるんで、まあ、そういうような動画でよかったら、まあ、毎週のように、なんなら毎日のように、動画アップできますけど、うん。まあ、そんな動画アップしてもしょうがないんでね。で、この動画がはね、アップされて1ヶ月ぐらいは、ちょっと、その、世界記録級の、世界記録かどうかわかんないですけど、まあ、80センチを超えてくるような魚がいる場所がわかってるんで、そいつを取って、そいつを戦って取って、まあ、その映像を、このチャンネルで公開したいなと。で、自分も別にそれで世界記録のブラックバスを取ったことを自慢したいとか、なんか人からチヤホヤされたいとか、そういう思いが本当になくて、うん。ただ、生き餌ですら見切るような、うん。生き餌の魚ですら、口を使わないような魚を、自分が仕留めきれれるかどうかっていうのが、うん、まあ自分のね、集大成というか、自分の技術、培ってきたものを、全部出して、うん、遊びでやってるわけじゃないからね、うん、遊びで釣りをしてるわけじゃないので、レジャーとか、もちろんそのレジャーとかね、遊びでやってる方を否定するつもりもないし、まあそれは人それぞれの釣りやってもらったらいいだろうし。だ自分は、その魚を取って、納得するっていうか自分自身がね。なのでこのチャンネル、次の動画、更新されるときは、その魚が釣れたとき、以外は更新されないです、このチャンネルは。で、75センチ以下だったらもう動画アップしないです。その魚が75センチ、最低でも9キロ、9キロオーバーでない魚だったら動画はアップしないです。75センチ以上、9キロ以上の魚が取れた時に、もちろんブラックバスですよ。75センチ、9キロ以上のブラックバスが取れたときに、このチャンネルで、その状況をね、まあ、ドキュメンタリーという形で、動画で出せれたらいいかなと思ってて、うん。まあ、甘くないからね。普通にやって、釣れる魚じゃないんですよ。じゃあ皆さんどう思うんすか？普通にやったら取れない魚。じゃあ、釣り師はどうなの？釣る側はどうなの？って普通にやったらまあ、取れない魚あるんだよな。だから、普通じゃないやり方。かといって、まあ自分のプライドっていうか、まあこれはもう自分との戦いになってくるわけで、池で釣ったって面白くないなっていう思いがやっぱあるんだよね。餌で釣ったっていうのは、もちろん、池でやってる方は否定するね、するつもりもねえし、うん、餌でバス釣ってもいいわけで、ただ、餌で釣るっていうのは、ルアーフィッシャーマンとしてさ、やっぱなんか納得できねえなっていう、うん、そういう思いがあるから。でかい魚を、ルアーで取る。
そんだけの話だよな。